4年ぶりに開催することが決定している国内屈指の花火大会ふくろい円州の花火今年は観覧席を増設して開催されることになりました全国トップクラスの花火師が技術を披露するふくろい円州の花火は例年40万人が訪れる全国屈指の花火大会ですが新型コロナの影響で3年連続で中止となっていました 実行委員会によりますと、今年は開催時間を30分短縮する一方で、新型コロナの位置づけが5類に引き下げられたことを受け、有料観覧席をこれまでの3万2千席から3万4千席に増やすということです。袋井ろい演習の花火は、7月29日土曜日の午後7時半から、袋井ろい城原の谷川浸水公園で開催されます。